辻堂羽鳥踏切の立体化工事が進んでいます。この踏切を通過する電車は1日およそ400本、交通量は7300台ほど、歩行者はおよそ5600人と、辻堂の南北をつなぐ主要な踏切で、辻堂駅に近いことからラッシュ時間帯には開かずの踏切として日常生活に不便をきたしています。この立体化工事は車道や歩道を地下に通す工事で、国、県、JR 東日本、そして藤沢市が共同で進めています。総工事費およそ90億円の工事です。この踏切立体化事業は94年末に完成予定です。辻堂南北の交通渋滞が緩和されるとともに、安全性も確保されます。開通までの間、交通混雑や騒音の発生が予想されますが、しばらくの間ご協力お願いいたします。